堀北真希は美人女優として活躍していたが、実はすでに芸能界を引退しており、山本浩二と結婚後家庭に専念したいという理由で引退を発表したが、堀北は山口百恵に憧れていたと言い、潔く辞めた姿が素敵と周囲に話していた。さらに堀北は女優に執着していなかったとされ、昔から家庭願望結婚願望が強く、女優という華やかな仕事に対して全く未練がなかったという。元 NMB の山本彩香は看護の道に進みたいという理由で引退しており、小学生の頃から看護師に憧れを抱き、山本の母も姉も看護師をしていたため、アイドルをしながらもずっと看護師に憧れを抱き続けていた。そんな中でコロナが流行し、生活が一変する中で病気と戦う人の笑顔が増えるようサポートしたい、さらに自身も看護師として現場で役に立ちたいと思い、 NMB 卒業と引退を決心した。永瀬智也は時を脱退後、事務所からも退所しており、もともとグループでも作詞作曲編曲を手掛けていたが、山口脱退後音楽活動ができなくなってしまい、そんな状況に耐えられず引退を決意した。